照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの6回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという。バッターは柳瀬。ここのところ当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー土屋、そしてキャッチャーはキース。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。低めの変化球は決まりません。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。さあバッターは青木。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。2球目打ちました。取って2アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そうですか。大きく外れてボールです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。見逃して三振になります。三振を奪ってピンチを脱しました。まあ長打を警戒するときは基本的には低め勝負でしょうね。はい、怖いバッターでしたが三振に切って取りました。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか？まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。スワローズマウンドに上がるのは先発の小川。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。キース打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球、打ちました。痛烈な打球、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。2球目は何で来るか。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。はい、ドカーン、大きな当たりです。高く上がった、ぐんぐん入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、プロ初打席で名刺代わりの一発。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。タイガース1点を先制しました。1対0。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でも良かったと思いますね。はい、ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。いい結果になりましたよね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは2番に入っている松永。昨日のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガース見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。3番バッターバース、昨日はなんとホームラン4本を含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ワンアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打った、大きな打球になった。さあどうだ、右中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの掛布、今シーズン得点圏での打率は7割4分3厘となっています。まずはボールから入りました。
打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。初回から徐々にリードを広げています。さあ、そして打席には石峰入っています。さあ、チャンスが続きます。見送ってまずはストライクです。これはデッドボールということになります。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよね。ここは慎重に。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加点。そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース5対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、期待通りのバッティング。追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。バッターは7番に入っている新庄。昨日のゲームはホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。初球打ち、スタンド一直線、レフトに突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース6対0になりました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。バッターボックスは8番和田。昨日のゲームで5安打の大活躍でした。いやー、当たってましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。ワンストライクです。低め見送っています。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー1塁です。バッターは土屋。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ、初球は何か。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。引っ張った。取りました。一塁アウト。スリーアウトです。しかし、バッターボックスには6番雄平。昨日のゲームでは無安打に終わっています。打ちました。ショート取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。バッターは7番に入っている荒木。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。ゲッツー崩れでランナー残りました。打ちました。取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。さあ、マウンドを任されたのは大下。今シーズン初登板です。さあ、小宮山さん、ピッチャーを変えてきましたね。流れを変えたいと。打ちました。痛烈な打球。大きな打球になった。ライトさん入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース7対0。変わって出ての初球、ストライクが欲しいのは分かりますが、バッターもそこを狙ってきますから。はい。打順は2番松永。タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ファウルです。これが3球目。ボールになります。
打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは3番バース。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して走塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。打ちました。打球はセンターへ、ここはフライになっています。タッチアップ。バッターボックスは4番掛布。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。切りました、ファウルボールです。空振り三振、ランナーは動けませんでした。ツーアウトになりました。真ん中打ちました。サードランナーホームイン、ヒットになった。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、8対0タイガース。ちょっと一方的になっています。さあバッターはオマリー。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。バッターボックスのオマリー、今シーズンの得点圏打率は6割6分6厘となっています。打ちました、いい打球だ。大きな打球になった、ライトバックバックバック、入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、追加点が入りました。タイガース10対0。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックス新庄、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、レフト下がっていく下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。バッターボックス和田、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。打ちました、これはどうか、この打球は落ちそうだ。真ん真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド待って3塁に向かう、タッチはアウト、これで3アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。先発の土屋打席に入ります。ピッチャーとはいえ積極的にバットを出して打ちに行ってほしいですね。そうですね。1・2塁間、荒木抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります、バッターキース。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないと。内野を抜けていきます。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには2番松永、先ほどの打席はライトへ走ってきた、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いて。打ちました、これはどうだ、センターに抜けました、ホームに送球、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、12対0、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスバース、大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は7割4分1厘となっています。ここもファウルです。ここはランナー返せません。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。ノーボール2ストライクです。アウトコース、これは見送ってボールです。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。4番
バッターボックスバレンティン。まあタイガースバッテリーとしてはまあリードしてるんで余裕はあると思いますけど、雑にならないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。さあ3球目は何か。チェンジアップには反応しません。ボールです。インコースファウル。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。外れてフォアボール。まあフルカウントだったんでもうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけど。初球大きな変化球でまずは空振り。ボールになります。次が3球目。インサイド落ちました。和田掴んでツーアウト。バッターボックス雄平。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。インサイド落ちました。これはどうか。ヒットになりました。バックホームする。タイガースさらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。バッターは7番荒木。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットで満塁としています。アウトコース外れます。低め空振り。さあ追い込みました。ピンチの場面見逃し三振。これから4回の。さあマウンドに上がったのは風張。今シーズン初登板です。甘いボールでしたね。まあ変わったピッチャーの初球は狙われてますから要注意ですよ。なるほど、そうですね。スライダー外れます。この球は外れています。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。落ち着いていました。おそらくボールがよく見えているんでしょう。フォアボールで一塁に歩きます。スライダーできました。ノーボールツーストライク。アウトロー外れます。変化球空振り。ワンアウトです。打席には7番バッター新庄。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。ワンアウトランナー一塁です。打った。高く上がった。頭上ぐんぐん打球入った。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。ストライクを取りに来たところ思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。タイガース14対0。このカウントバッターを狙って思い切り振ってきますから裏をかけないとこうなってしまいますね。はい、打席には8番バッター和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんでここは余裕を持って臨めて打ちました。伸びていく。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち。さあどうだ。センターライナー掴んでこれで2アウトです。打順はトップに帰ってヒース。今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いやー当たってますよね。絶好調じゃないですかね。非常にいいバッティングを見せています。2アウトになっています。さあ外してくるのか。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。次が4球目。外際どい球ボールになります。打ちました。痛烈。打球は切れてスタート。切れました。ファールボールです。いや今のボール危なかったですよ。そうですね。打った。高く上がった。伸びていく。どうだどうだ。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。15対0。タイガースなおもチャンスです。バッターは2番松永。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードはしてますけどこの打席も真ん中打ちました。センターに強い打球。
この当たりはどうか、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。バッターは3番バース。初球は何で来るか、真ん中打ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。いやー打ち損じてくれて助かりましたね。はい、そうですね。さてこのバース、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。うーん、そうですか。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。打席には2番バッター柳瀬、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。引っ張った、この打球は落ちるか、どうだ、バース掴んで3アウトです。ランナー出ましたがスワローズ、これから5回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターは掛布、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。初球打ち、センター下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで10試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックスには5番石峰、前の打席ではフォアボールを選んでいます。タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。いいコースだったんですけどね。はい、低めわずかに外れてボール、ワンボールツーストライク、打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターは6番オマリー、今日は2本のホームランを放っています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを2塁に置いています。これは低めストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、ライト見送った、ツーランホームラン、なんと今日3本目のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りましたタイガース。いやーこれは失投でしたね。そうですね。スワローズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは唐川、今シーズン10試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。最初は変化球できました。これが2球目、打った、西浦取って、これで4連打、ノーアウトランナー1塁です。打順は8番和田、今日はここまで猛打賞を記録しています。いやー当たってますよね、絶好調じゃないですかね。非常にいいバッティングを見せています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました、セカンド取った、2塁アウト。バッターは今日の先発ピッチャー土屋、ゲッツー崩れでランナーは残っています。一塁牽制、一塁はセーフ、ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。落としてきた、しかしバットは止まっています。これで3ボール、内へ、これは決まった。さあフルカウント、打ちました、セカンドの左抜ける、土屋、これが自身本日の初ヒットになります。ランナー3塁1塁となりました。見送ってまずはストライクです。さあ2球目は何か、打った、下がっていく、頭上ぐんぐん打球伸びて、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。これが
が今日3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。2番バッター松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。うん、そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。この打球はファウルになります。ボールになります。一塁線、あっと弾いた、ボールを拾って一塁アウト。打順は3番バース、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。あっという間にツーストライクです。3球目は何で来るか。これはセカンド、荒木抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、この回の先頭バッターキース、いきなりのホームラン。タイガースこの一発で先手を取ります。さらに続きます。ワンアウトで2塁にランナーを置いて、迎えるは4番掛布、センターへ運ぶタイムリー。タイガース1点を追加します。バッターは4番バレンティン、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ、危ない球です。これはバットが泳ぎます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。一塁はセーフ。4球目は何で来るか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。5番バッター西浦、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナー一塁です。大きく枠を外してきます。際どいコース外れました。変化球空振り、これでツーアウト。打席には6番バッター雄平、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナー一塁です。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。バットに当たりません。三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。ええ、いいボールが行きましたね。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。6回の裏、さあタイガース、この回は4番から始まります。掛布バッターボックスに入ります。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。低めの変化球は外れました。これが4球目。これはセカンド、荒木掴んでワンアウト。バッターボックスは5番石峰、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。いい当たり、レフト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。打順は6番オマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これが今日4本目のヒット。
ワンアウトランナー二塁となりました。引っ張ったサードゴロ、取った一塁を送ります。アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスは8番和田。今日は盗塁を一つ成功させています。ツーアウトになっています。バッターボックスの和田、今シーズンの得点圏打率は6割5分。引っ張った、これはどうか、三塁線落ちてフェア、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。さあバッターボックスには先発の土屋入っています。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ファウルになります。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが構えます。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。インサイド詰まりながらも左中間へ、ここは打ち上げています。レフト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。はい、変化球はインコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。7回の裏タイガースの攻撃です。そして小宮山さん、7回でこれだけ点差がついている場合、ベンチとしてはどういった考えを持っているもんなんですか。まあもうほぼつないでつないで勝てるという感じになりますんでね。ベンチワークにも注目しましょう。これはサード広岡抑えて、これで6打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。2番バッター松永、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制球セーフ、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。打ち上げた、この打球はフライになっています。2球目打っていきましたがツーアウトとなっています。打席には3番バッターバース、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャストミート、センター下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この甲子園球場に見事なアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。打席には4番バッター掛布、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、浅いフライ、ここは打ち上げています。積極的に行きましたが最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。8回の裏に入りました。タイガースの攻撃、バッターボックス石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。まず何を投げてくるか、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁到達、これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー三塁二塁。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球は伸び、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。なんと今日3本目のホームラン、
初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。8番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。これで4連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは土屋、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。インコースを厳しく攻めます。ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順はトップに帰ってキース、まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこ初球打ちファウルになります。ノーボールワンストライクです。真ん中へ、あっという間にツーストライクです。打ち上げました。これは浅いフライ、ここはフライになっています。変化球を打っていきましたが取りました、アウト。しかし今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、もう一人で投げ切ってくれたっていうだけでもう本当に喜ばしいことなのに、点取られてないわけですからね。まあ素晴らしい内容でしたね。本当にそうですよね。チームに勢いをつける、そんな勝利になりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。